裏カツを帰りません。アジェンダロース。ありがとうございます。オンラインサロンではドリブルのトレーニング方法を伝えたり、プロの選手たちのこのドリブルのここがすごいっていうものを伝えたりしてます。あとはオフ会で海外の有名な選手などが日本に来てくれた時に一緒に皆さんとボールを蹴れる場所を作ったり、面白いことをやっていきたいと思ってます。ぜひ一緒にドリブルを磨きましょう。待ってます。